はい、こんばんは、うさでーす。デルタルーン、チャプター1、体験版、多分、ここで、ボス戦になるんじゃないかなーって思ったところから、はい、続き始めていこうと思います。よろしくお願いします。音がなくなってるのがすごい嫌な感じなんですよね。何が嫌って。それ、とってもとっても、嫌な予感しかしません。大丈夫かな？そろそろ。あ、まだ続きがあるのかな？いや、ないな。あ、ランサー。パパ上。ランサー、我が息子よ。私の命じた通り、ライトナーども始末してきたか。それなんですけど、実は、もっと、うまくいきそうなんです。あいつらとはもう戦わなくてもよくなって、ライトナーたちはパパ上と話がしたいだけだって。ではまだ生きていると。でもパパ上も会ったら絶対気に入ると思うな。スージーって子がいて、すっごく紫色ですっごく強くて。ライトナーどもは今どこにいる？それは。うっす。お初にお目にかかります。ランサー、我が息子よ。はい。私の忠告を覚えているな。ライトナーには深入りするな。抜かりおって。お前はあやつらのまったるい感情という毒に当てられたのだ。ランサーよ、目を覚ませ。あやつらはお前のことなどどうでもよいのだ。我らの尊い泉を破壊すること。それだけがあやつらの目的。気がらわしい靴だ。違う。そんなこと。あ。私に口答えするのか。その手を離せ。ははは、手を離せ。いいだろう。こいつはその、そこのヘリから落としてやる。地面に叩きつけられて即死だ。それが嫌ならひざまずけ。私に立てつこうなどとは夢考えのことだ。さあどうする、ライトナーどもよ。スージー、相手にしちゃダメだ。パパは。あ、ひざまずいた。みんなひざまずいちゃった。よく見ておけ、ランサー。あ、ライトナーなどと親しくなればどうなるか。今教えてやろう。あ、ランサーの、なんだと、この裏切り者め、どこへ行く、戻れ。たくさきから黙って聞いてりゃ。てめえ何様のつもりだよ。ふふふふ。我が民にとっては、我こそが英雄。だが貴様らにとっては、悪者だ。っていうか、えぐいデザイン。キングが行く手を塞いだ。出たね、パパ上。さあどうするかな。まずは、話そう。筋、防御して。ダルセンはキングと話し合おうとした。陛下は気づいていらっしゃらないかもしれませんが、ここは戦う必要のない世界なんです。みんなで協力すればきっと別の方法が見つかります。ふん、肩腹痛い。そのようなたわごとは聞き飽きた。己がいかに無力か思い知る前に死なせるのは残念だが、仕方あるまい。そこまでライトナーを盲信するなら、共に葬ってやるまで。恐れながら陛下、僕も僕の仲間たちも引くつもりはありません。ラルセイの心が変化する。話すはダブルヒールに変化した。ライトナーよ、よくも抜け抜けとやってきたな。え、やっぱ攻撃してくるよな、そうだよな。泉から闇が降り注ぐ。話そう。泉から闇が降り注ぐ。違う、防御して。
スージーはキングと話し合おうとした。いいかよく聞け。ランサーは俺の友達だ。だからできればこっちも手荒な真似はしたくない。私が倒れることになればそれもまた一興。さあ、けたものよ。我が息子に貴様の本性を見せてやるといい。ふん、わかったよ。俺のフルパワーそんなに見てえなら。スージーの心が変化する。話すはレッドバスターに変化した。我らを影に察しておき、存在意義を奪っておきながら。え、なにこれ。どういうこったーこれ。ちょっと待って。勝手に動かされる。キングの口から意味のわからぬ言葉が漏れる。話す。防御して。まだ大丈夫かな。あ、ダルセイ。やばかったかな。キングと話し合おうとした。黙れ、ライトナー。貴様の存在自体が我々とは相入れぬもの。騎士の命令により、貴様らの心を粉々にしてやる。心の変化を感じる。話すは勇気に変化した。またしても舞い戻り、我らを苦しめる気か。え？これどういう攻撃方法？あー、白いのに当たっちゃいけなかったか。もう話すことはできないのかな？あー、これか。ダブルヒールはまだいいでしょ？勇気ってなんだろう？勇気、数字、頑張れ。癒しの、仲間を勇気づけた。このターン中、全員の防御力がアップ。ラルシェは癒しの歌を唱えた。伏せろ。我らは新たな目的を手に入れた。これどうなってんの？あ、こう来るか。こんな動き方？トリッキー。勇気。もう一回防御しよう。仲間を勇気づけた。このターン中、全員の防御力がアップ。騎士が現れたのだ。どういうこと？あ、またこれか。これでも、どうしようもないよな。キングの口元が不気味な笑みで歪んだ。どうかな。ヒットポイント、行動。レッドバスターって何？クリスの魂が輝き、スージーを光の力で照らした。スージーはレッドバスターを発動した。え？あ、攻撃しちゃうんだ、これ。何かと思った。騎士が死を勝ち、泉をもたらしたのだ。騎士って誰だろう？やだなぁ。何これ？うわぁ。嫌な感じだ。終わんない。泉から闇が降り注ぐ。勇気。どうしようかな。防御して。仲間を勇気づけた。このターン中全員の防御力がアップ。聖なる泉より吹き出す闇が新たな世界を形作る。数字が一番防御ありそうだからな。耐えて。我らの世界を。あー、こう来るか。血響きが轟く。ダブルヒールいっとく？ 50% はまだ減ってないんだよな。勇気で。防御しといて。こいつも病気で。よし。これでなんとか、これで理解できたか。我らの新たな目的を。パパ様をどうにかして、傷つけずに、終わらせたいところキングの口から意味のわからぬ言葉が漏れる。まだ耐えてくれるかな。
時期にこの世界は闇に飲まれる。そして我らダークナーの支配が始まるのだ。ラルセイがちょっとやばいかな。勇気で。癒しの歌で。ラルセイは癒しの歌を唱えた。絶望の中で生きる屈辱を味わわせてやる。あ、また。これ嫌い。ダメかな。ダブルヒール。それから、防御。クリスの魂が輝き、ラルセイを光の力で照らした。ラルセイはダブルヒールを唱えた。元に戻った。さあ、話は終わりだ。正義の鎖で叩き潰してくれるわ。どっちが正義なのかわかんねえ。何これ、え、最悪、全部の混合技か、やめて。これは痛いね。癒しの歌は使えないのか。じゃあ防御でアイテムで50ポイントか。ランサーク、いや、これで、ラルセイ。これで耐えよう。ふん、なかなかやるな。くっそー、こっ。地響きが轟く。すごい、クリスの勇気だけはずっと持つな。まだこれはできない。そしたら、40ポイント、チョコダイヤ、回復量、ランダム。ランダムは危険。ダークキャンディー、クリス。少し耐える。これで。頑張れ。こんな調子で戦っていては。泉が闇から降り注ぐ。これも使えなくなったか。じゃあ防御。防御。これは癒しの歌が使える。数字。これでなんとか。私はもう。くっそ、これか。結構やられたな。今はどうなってる？これとこれが使えるか。しょうがないな。ラルセイが持ってくれれば、なんとか。我が騎士よ、私はカダガズや。分かった。もうここまでにしよう。無理だ。私にお前たちは倒せぬ。これ以上戦い続けては、私の体が持たぬ。膝ついた。ライタの絵を、私は、確かに随分とむごいことをしてしまったかもしれぬ。だがな、私とて以前よりこうだったわけではないのだ。かつて、我々ダークナーとライトナーが、穏やかに共存する時代があった。ダークナーが平和に目的を果たすことができる時代があったのだ。私にその頃を懐かしむ気持ちがないと言ったら嘘になる。確かにお前たち子供らの言う通りかもしれぬな。ここは一つに互いに武器を収めようではないか。戦わずに解決する道がきっとあるはずだ。ほら、スージーも武器しまった。陛下、分かってもらえてよかったです。
僕たち本当は戦いたくなんてなくて。だからどうか陛下の悩みを打ち明けてください。そうすれば僕たち友達になれると思うんです。ああ、友達か。それは、良いな。すまぬ、私は、あのような戦いには不慣れでな。体が持ちそうにない。無理しないで大丈夫ですよ。優しいなぁ。この子直しちゃうね、やっぱり。はい、これでもうすっかり良くなったはずです。気分はどうですか？どれどれ。あ、言葉を失っちゃった。ああ、すっかり良くなったようだ。てめえ。質が高いぞ。守った。クリス。ふん、英雄ごっこか。くだらん。あ。やだ、その歩き方。貴様がリーダーだな。一体何が狙いだ？我らを再び忘却の彼方へと追放し、嘲笑うことか。答えられぬと。無力な子供よ。良いことを教えてやろう。黙っている者を見ると私はイラつくのだ。あ。おい。俺の、たちに触んな。嫌だと言ったら。ライトナー、お前にもわかっているはずだ。私の体は今極限まで弱っている。あと一撃でも攻撃を食らえば、それまでだ。さあ、遠慮なくやるといい。私を殺せ。そして貴様の本性を我が息子に見せつけてやるのだ。ふん、殺さねえよ。ではどうするつもりだ。私が死ぬまで話し合うとでも。その歩き方やだ。まったくライトナーというのはどこまでも愚かだ。本気で信じているのかね。私が説得に応じ、お前たちを殺さぬと。いいからちょっと待てよ。待つ。何をだ。え？なんだこれは。急に眠気が。おのれ、この、お利口さん、目。クリス、大丈夫か？危なかったね、スージー。僕のスリープの呪文のこと覚えててくれたなんてちょっとびっくり。ふん、足りねえだろ。からかったことは一生忘れねえっつの。二人ともごめん。僕が王様を回復しちゃったせいで、僕たちもう少しで。スージー、やっぱり君の言った通りだったよ。誰にでも優しくすれば全てうまくいくなんて、僕甘かったよね。この世界では優しさだけじゃ勝てないこともあるんだね。ああ、まあ、いろいろと複雑なんだよ。確かに戦って倒さなきゃいけない奴もたまにいるけどさ。ずーっと戦闘態勢と立派だったら、それはそれで。大事な誰かを傷つけちまうかもしれねえしな。みんなー、無事だったんだねー。ランサー。おー、ランサー。悪い、お前の親父、うっかりぶっ飛ばしちまった。いいよ、そういうこともあるある。それにすっごく気持ちよさそうにすやすや寝てるし。よかったよかった。最近のパパ上、ちょっとご機嫌斜めだったから。いや、ほんと斜めどころじゃねえよ。ねえ、ランサー君、今の音は、何の音？そうだ、ピエロちゃんたちに警告しに来たんだった。お前たちがパパウェイと戦ってるって、いろんな奴らに教えたんだ。みんなお前たちに加勢してくれると思ったんだけど、なぜかみんな急に暴れ出して、ちょうど今、その、越見の間の扉がボートたちに破られようとしてるとこだ。おお、そりゃまずい。クリス、スージー、急いで泉へ向かった方が良さそうだよ。ってことはみんなにバイバイ言う時間もなしか。当然だ、バイバイはなし。僕様たちは悪者だ。ご挨拶はイッコちゃんたちがするものだ。だいぶ成長したじゃねえか。先生が優秀だからな。最高に悪くて最高にいい先生だ。すごい笑い声だ。それじゃ僕様は扉を押さえに行ってくる。なんて
て頼もしい。うん、お、じゃあな。あ、なるせいが。ねえ、二人とも聞いて。バイバイする前に。その、二人にどうしても伝えておきたいことがあって。僕、君たち二人と出会えて本当によかった。それで、なあ、帽子の下でもごもご言うのやめろってば。何言ってっかわかんねえっつの。あ、うん、ごめんね。びっくりしてる。クリス、スージー、僕ね。近いうちにまた二人に会えたらいい、嬉しいな。今度は美味しいケーキをたくさん焼いてあげるからね。お、おう、だな、うん。よし、行こうぜ、クリス。音がない。このままでいいんだろうか。あ、ここ?あ、勝手に進んでいくな。これが、その泉か?なんだろうな。なんかとんでもなく大事なものに足を踏み入れちまった気がしないか。ま、今はそんなこと考えてる場合じゃないよな。とにかく、うちに帰ろう。な、クリス。泉の前に立つと、不思議な感覚にとらわれた。それはまるで、自分の魂そのものが光を放っているかのような。なんだ?おい、何も見えねえぞ。いて、おい、気をつけろよ。え、あれ?ここって、今は使われてない教室だよな。俺たちなんでこんなとこにいるんだ?顔色が戻ってる。服も戻ってる。なあ、クリス。今のってさ、何だったんだ?さすがに夢ってわけはねえよな。ま、いいや。早く教室戻って、アルフィにチョークは見つからなかったって言おうぜ。出てっちゃったよ。あ、動ける。緑の亀を描いた拙い絵だ。髪は黄ばんでいる。アルビンと名前が書いてある。アルビン。物置棚の中にトランプが散らばっている。明かりのスイッチだ。ボロボロになったぬいぐるみだ。鍵がかかっている。チェッカーのボードだ。上にチェスのポーンが散らばっている。他なんもなさそうだな。んだよ、もう日が暮れそうじゃねえか。みんなとっくに帰っちまってるな。アルフィーもうちらなんかに雑用やらすからこうなるんだ。物置。じゃ、帰るか。ちゅうことでまたな。なあ、クリス。明日また行ってみような。動いた。どうしようかな。なんか鳥がすごい騒いでるね。こっちはなんかいける?ん?トリエル先生。基本的な図形のポスターだ。円、楕円、正方形、正120方台。なんだそれ。子供向けの本だ。何冊かは自分が昔使っていたものだ。寄贈したのかな?ママを描いた原始的な絵だ。
神々の玉座だ。神々の玉座え、なんでそんなのがあんの。原始的な彫刻のようだ。何を表しているのだろう。自分のロッカーだ。何も入ってない。ロッカーだ。ロックされている。息をするのが好きな人。早く移動するのが好きな人。足を使わなくても。でも普通は足を使って。直近トンとノエル主催のクロスカントリーチームに入りませんか？あ、一緒だな。はい、一緒です。水を出してみた。生温かい。次のダンスパーティーは女子が男子を誘う番。セイディ・ホークマの日という古い習慣にちなんだパーティーです。みんな鷹の被り物をかぶってキーキーわめきながら踊りましょう。なんじゃそりゃ。ロッカー全部開かないね。あ、教室、誰もいない、やっぱり。束の間のすべてが平穏に感じられた。でしょうな。いろいろな文が、作品から引用した名言が貼ってある。アストラルウルフよ。視力を尽くせ。たとえ深い闇の中にいようとも。これはゲームのセリフ？なんもないね。なんで私は二度入ろうとするのだろう。お、びっくりした。え、携帯？クイズ？今までどこで何をしていたの？ママは授業が終わって30分も外で待っていたのよ。何度電話しても出ないし、もう心配で心配で。クリス、あなたには何か罰を考えます。え？お友達？まあ、お友達と遊んでいたの？そう。わかりました。今回は特別よ。もう少し冒険を続けていいことにします。ただし、お家に帰ったら、今日はいつもより早く寝ること。それじゃ、また後でね。ママ、ちょっと優しいね。さあ、学校から出たけど。図書館。いた。クリス、よかった。スージーに殺されちゃったかと思ったよ。これで君に借金を返してもらえるね。ドラゴンの描き方、返却期限を2583日も過ぎてる。でも僕は心優しいボランティアスタントだ。今週中に返してくれれば罰金はたったの 64.23 ドルに負けてあげよう。どうだいクリス。いやクリス、キャッキーはバイトがあるから、俺が先に課題を始めてるんだ。もうこんなにたくさん写真をコピーしたよ。同じサッカーボールの写真が73枚コピーされている。なんで？あ、何言ってんだかわかんない。ケミーはイケメン悪魔がたくさん出てくる漫画を読んでいる。アニメのレビューが貼ってある。読む？読む。ティーンズコーナー、今月のアニメレビュー、キスキスキューティーミューミュー2、ミューミューシリーズはミューミュー2から視聴したが、率直に言ってミューミュー1は猫耳付きのゴミ箱である。2はストーリーにダークさが加わり、より大人向けのテーマを使っている。これはすなわち、視聴者を大人扱いしているということだ。一方1は、ビーチのシーンを10秒に一度見ないと死ぬ動物になった気分にさせられる。その上1で描かれるミュウミュウのキャラは、暗い部屋で一人寂しく食べるインスタントラーメンのような味気なさだ。2は13歳以上の視聴者に必見の傑作ダークアニメである。匿名の黄色トカゲ。よくわからん。本がある。ページを舐めた。美味しい。え？これがフレーバーテキストというものだろう。ラベルのついていない本だ。調べてみた。あ、どうしよう。借りた本と間違えて自分の日記を返しちゃった。あ、どうしよう。日記が図書館の目録に登録されちゃった。どうしよう。日記を書くたびに借りていこなくちゃいけなくなっちゃった。いや、言って返してもらえ。俺の名前覚えといてくれ。覚えといてもらえるようにこの本を書いた。ホットファイアガイ。作。ロード・オブ・ザ・ハンマー。文学賞に輝いたガーソン・ブームの小説シリーズ第1弾。窓越しにパソコンルームを覗いた。パソコンに向かって作業している犬がいるようだ。ゲームを作っているようだ。邪魔しない方が良さそうだ。ゲームが完成したら入っても良さそうだ。犬を信じて待つしかない犬。ネットサーフィンは自己責任で。っていうかしないで。本を読むのが大好きだ。特に上の階にある本、君もぜひ、
読んでみて。っていう割には2階に行けないよ、これ。階段行けないじゃん。のぬぬぬぬぬぬ。あ、びっくりした。おやおや、クリス珍しい。でも嬉しいですね。平日に教会へ来てくれるとは。わざわざ立つ常に来たのには何か訳があるのでしょう。さあ、このアルビン氏に話してごらんなさい。悩み事があるのですか？特にないです。わかりました。次に自分でも話したいことが分かってくるでしょう。天使様の道からがクリスの行く手を照らしますよう。優しい人だね。クマ。町長のカリスマ性はゼロ。いや、むしろマイナスだ。でも働き者だし、実績もあるから、対立候補が出てこないのさ。政治ってのは普通、候補はならないけどな。そうなんだ。おい、そこのチビ、お前みたいなチビが、町長に何のようだ。小遣いが少なくて、不満か？お菓子の食い過ぎか？フリスビーでもなくしたか？よく聞け、チビ。そういうのはな、みんな警察の仕事だよ。警察かわいそう。いやはや申し訳ございません。町長は今、お忙しいのです。お会いになりたければ最悪な事件でもお引きお越しください。なんちゅう物騒なこと言うね。このちっちゃい可愛らしい街で。おいお前、車道を歩くな。車が通れないだろう。あ、なんだ。アズゴアのおちびじゃないか。すまない。最近どうもイライラしててな。仕事が退屈すぎるんだ。この街で事件も起きやしない。はあ、何か騒ぎになるようなことはないものかな。どうした、何か通報したいことでもあるのか。闇の世界。なんだって、学校の中に闇の世界がある？ああ、うん、そうかそうか。ま、闇の世界を取り締まる法律はないからな。それは教育委員会の管轄だ。そうなんだ。何このぐったりした人。どうしよう。青い女の人が邪魔で進めないよ。これはひょっとして逃げろってことなのか。ホスピタール。あら、いらっしゃい。またピオノ引きに来たの？患者さんたちはあんまり聞こえないけど、私は楽しく聞かせてもらってるわ。よくわかんないけど。警察署の入り口のドアをノックした。誰かが窓の方へ近づいてくる。あ、ブラインドを閉められた。仕事しろー。というか、すごくぶっきらぼうだな。お？この顔は見たことがある。面白いやつがうろついてるな。調子はどうだ？あんた誰？あ、いい質問だな。オイラはサンズ。どこにでもいる町のスケルトンさ。なんか用か。オイラたち引っ越してきたばっかりであんまり知り合いないんだ。誰か紹介してくれんのか？いやいや、そんなにがっつくなって。会ったばっかりでいきなり友達にはなれないぜ。もっと時間がかかるもんだ。よし、そろそろいいな。はい、これ。いつでも電話してくれよ。サンズの電話番号をゲットした。なあ、明日暇か？ちょっと頼みたいことがあるんだ。あんたにうちに来てもらえるとかなり助かる。うちは店のすぐ隣だ。ずいぶんもったいつけたな。なんだ、知らない奴と遊ぶのは嫌か。ま、別にいいけどな。え、あんたとオイラで何をするのかって？いや、オイラはいないから。いたらおかしいだろ。あんたとオイラの弟二人っきりだ。あいつ友達いないから友達になってやってくれ。弟と遊ぶ約束してくれて嬉しいぜ。じゃあな。扉を叩いた。返事がない。遠くでかすかに骨のガタガタいうのが聞こえる。なんじゃそれ。わあ、ひょっとして町の北に住んでる人間さん？すごい、ママから聞いた通りだ。体が血でできているとさ、やっぱり痛いの？ふん、そのノックの音はまだまだひよっこだな。ノックの技を磨いてから出直してくることだ。どんなノックならいいの？オス、スージーに殺されなかったんだな。ははは。スージーが本当に誰かをぶっ飛ばすとこ見たわけじゃないけどさ、気をつけた方がいいぜ。前にさ、俺とライちゃんとジョッキントンでハンドボールしてたら、スージーがずっと隅っこでこっち見てたことがあってさ、すっげえ不気味でさ。で、ボールがスージーの方へ転がってもあいつ何もせずに突っ立ったままでしたら、スージーのやつ、急にボールを思いっきり蹴って、それがパトカー直撃して、アンダインさんが、ニコニコしながら拳をボキボキ鳴らして降りてきて、ハンドボールやって、俺たちボロ負けしてさ。要するにスージーは最低ってことだな。わーけわからん。いやークリス・ハン、あんたラッキーやったな。アルフィー先生の授業を受けずに済んだやないか。わてが授業をサボったら、おとんに延々に説教されますわ。いや、全然笑えまへんがな。すごい顔して関西弁。え？
あ、クリス、よかった、無事だったんですね。戻ってこないからすごい心配してたの。どこ行ってたの？ひょっとして授業サボりたかったとか？いいんですよ、先生は。イケてる先生だから今回のことは多めに見ます。何してたの、この人。何か用があったら言ってね。お皿。あ、このミルク入れたお皿のこと？これはね、飼い猫のミュウミュウ用だよ。すっごく可愛いの。どんな猫かって？実際に見たことは一度もないんだ。でもここにミルクを置いておくと必ずなくなってるの。だからきっと猫がいるんだろうなって。私の飼い猫が。すごい妄想癖が暴走しております。こっち何があるのかな？アイスプリーズ、アイスプリーズボス。わけわからない。落書きしたみたいなのがいる。ピーツはいかがですか？ 24 種類のフレーバーのピーツはいかがですか？ノーマル味に、チーズ味に、氷味に、肉汁味に、ドブル氷味に、ピーパーローニー味に、他にもまだまだたくさんプロドクションピーツはぜひご賞味ください。なんだそりゃ。うわ、マジで人が来やがった。ブルドッグンピーツ、あ、ピッと来たら食べ時、ナンバーワンピーツの店だよ。あ、あんた知ってるぞ。あ、脱いだ。ほら、俺だよ。誰？俺の頭がどうかなっちまう前に聞いときたいことあるか。アズリエル。アズのやつ、いつ戻ってくんだ？あいついねえと寂しくってさ。あ、本人には言うなよ。また前みてえに一緒に街を車で流してえな。そんで気が向いたら引っ掛けんのさ。女とかはな。つってもまあ、実際引っ掛けたことがあったかどうかは別の話だけどな。でも一回アンダインと目が合ったんだぜ。スピード違反の切符切られた時に。目が泳いだ。目が泳いだよ。これはどうもご近所さん。お兄ちゃんのジョン君はいつ遊びに来るのかな？娘たちも喜ぶからね。ジョン君優しくていい子だから。ま、一つ難点をあげるなら、神さんの手料理が口に合わないところかな。ジョン君冷凍キャットフードの良さがわからないとは。すごい色だな。クリディってか、めっちゃ久しぶり。何、どうしたの？てか、隣に住んでる子マジ最悪なんですけど、どこ行っても出くわすし、真似してんじゃねえよ。てか、なんで、真似したら私みたいになれるとか思ってんの？つかぶっちゃけ、あの子んち、家族全員ほんとしょぼくて、あの子の妹が出したコーヒー、猫の毛がどっさり入ってて、てか、ヘアネットかぶれよ。体中ヘアネットかぶれよ、みたいな。ひでえこと言うな。あ、悪いけど、今悪すぎよ、子猫ちゃん。わかったらさっさとお家へ帰るんだね。いるや。おや、お客さんかな？ちょっと待ってておくれ。今、水やりを終わらせてしまうからね。これでよしと。動けない。ハロー、いらっしゃ。あー、クリス。あー、すごいハグ。と、すまない。クリスはこんな風にハグされるのが嫌だったんだっけね。さあ、ゆっくりしていきなさい。何か気になるものがあったら、遠慮なく持っていっていいぞ。花だ。お花屋さんなんですね。もう帰るのかい？それなら。これをママに渡してくれるかな？二人だけの秘密だぞ。花束を受け取った。気をつけて帰るんだぞ。ママに気があるのかな？クリリー、やだやだ。てか元気？もうハグしよう、ハグ。チュッチュッチュー。大丈夫？チューしたって別に結婚しなくてもいいんだよ。そうだ、ちょっとクリリーに話したいことあって。てか別に何の話でもいいんだけど。アズリエル。やだ、アズニャン。やばい、可愛すぎ。てか、私とアズニャン一緒にダンスパーティー行ったじゃん。もう最高だった。私がアズニャンに頭からフルーツポンチ。ぶっかけちゃって、アズニャンのママの前でお色気全開で踊っちゃったりして、そんで駐車場で大騒ぎして警察に捕まって、もう超絶楽しかった。よろしく言っといてね。こっちはなんもない。さて、お家に帰ったと。お帰りなさい。今日はお友達と遊んで楽しかった？ちょうどパイが焼き上がったところよ。ベッドで寝て目が覚める頃にはパイも冷めているはず。でももう一人で全部食べちゃダメよ。
なあにクリス、花束。まあお花ママにくれるの？嬉しいわ。待って、これはあの人からね。心配しないで、このお花はちゃんとふさわしい場所に置きますから。クリスもしっかり大きくなっちゃって、あなたもじきに大学へ行ってしまうのね。覚えているかしら、クリスがまだ小さかった頃、いつになったら角が生えてくるのって聞くものだから、赤い角がついたカチューシャを買ってあげたでしょ。クリスったら何ヶ月も毎日つけて、あれはどこへ行ったかしらね。バタースコッチシナモンパイだ。まだ冷めきっていない。冷めたら食べるんだ。一緒だね。じゃあ寝ちゃっていいのかな。はい、じゃあベッドで眠るとこのチャプターは終わります。眠りますか。眠ろう。はい、眠ることにした。あれ？なんかもつもつしてる。眠れないのでしょうか。うわ、びっくりした。はぜたよ。クリス？動かない。あ、え？何その動き方？やだその歩き方。怖いよ。どうした？When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you see。何が起こったのか分かんなかった。言葉が出てこなくなっちゃった。びっくりした。はい。エンディングかな？終わったのかな？はい。デルタルーン、チャプター1、体験版。はい。一応、終わり、みたいです。To be continue. はい。チャプター2へ続きます。ということですね。はい。ありがとうございました。長い間。あ、また続きが始まってしまった。ということで、はい。デルタルーンチャプター1終了。体験版だけど終わりました。長い間、お付き合いありがとうございました。さて。すごい楽しみです。楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。続き、すっごいやりたいです。製品版、楽しみにしております。もしね、またこちらの方、見て、同じようにこちらのデルタルーン、遊びたいなって思ってもらえたら、すっごい私も嬉しいです。また、違うゲーム、やろうとも思ってますし、このデルタルーンも製品版になったらぜひやろうと思っておりますので、もしかしたらそれも配信するかもしれないのでお楽しみください。ご期待ください。ということで、もしもですが、こちらの方、ウサのゲーム実況シリーズ楽しいなって思ってもらえたり、お気に召していただけたら、ぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。お待ちしてます。それでは、
はい、デルタルーンチャプター1体験版、これにて終了です。ずっとありがとうございました。それでは皆様、おやすみなさいませ。